今日は入学当初から憧れだったよちくろ先生とデートです。緊張しております。お待たせ。待った？先生、いえ、全然待ってないです。待ってないんだ。あ、はい、待ってないです。それじゃ、行こっか。今の間は何？どこ行きたい？そうですね、先生は行きたいところありますか？火星。ちゃんと答えてくれます？さすがに遠すぎか。遠いとかの問題じゃないです。人類未踏の場所を初回のデート先に選ばないでください。じゃあちょっと近場のグアムはどう？真面目に答えてくださいよ。真面目に答えてるわよ。手つなごっか。はい、お願いします。じゃあ行くよ。行く？せい！いやダッシュでグアムに到着。死ぬかと思った。どうだった？内臓が飛び出るかと思いました。飛び出てたよ。ギャー！はい、戻してあげる。ニュ、戻ったね。僕生きてますか？やっぱり若いから内臓がちょっと飛び出たくらいでも元気だね。すべての出来事が一瞬過ぎて脳が何にも追いついてないだけです。グアムは飽きたね。まだ何もしてませんよ。したじゃない。手術でしょうか？次は北極に行かない？近所のコンビニ行くノリで言わないでください。あと、もう内臓出したくないです。じゃあ現地の強そうな人と戦ってみようかな。先生は野生出身ですか？ヘイ、マッチョメン、ハロー。あ、お前誰だ？喧嘩売ってるのか？やばいよ先生、さすがに本当に喧嘩したりしないよね。ファイトだ、カモン。ずるんかーい。上等だこの野郎、かかってこい。この子が戦います。お前が相手か？ほら、先生、北極まで吹っ飛ばしたからもう大丈夫だよ。あ、はい。お礼なんていいって、生徒守るのが教師の役目なんだから。自作自演ですよね。次はどうしようか。普通に食事がしたいです。オッケー、美味しかったね。はい、今日はありがとうございました。え、もう帰っちゃうの？え、よかったら、その、二人っきりになれる場所なんてどう？それってもしかして？暗くてふわふわな場所。喜んで！よかった、断られるかと思った。断るはずないですよ。やったー、憧れの先生とデート初回でここまで来れるなんて。つなごっか。はい。じゃあ、行くよ。あれ、これって。こりゃ！うわあ！暗くてふわふわな場所で。二人きりだね。憧れの先生とデート初回でここまで来れるとは思いませんでした。次は火星に行く？行きません。